キャンディーの魅力はやっぱりもうすごいリズム感かっこいいから、すごい面白い乗り方できるし、自動的にかっこいいって印象なんだけど、内容がめちゃくちゃ下ネタ多くて面白い。俺が好きなヒップホップのノリがあって、天才的才能だし、その才能を伸ばしてあげたいというか、俺もなんかそういうことにトライしてみたかったっていう感じですかね。声に特徴があるのが一番でかいですかね。まああの声出せるやつは他にいないなっていうところ。あ、まあとにかく遅刻が多いっすね。うん、めっちゃ遅刻多いっす。